シーズン17アーセナルのローンチトレーラーがまもなく始まるというところでね、見ていこうと思いますけれども、これバリスティック？ウイスキーの飲むペース、ウイスキーはねすごい俺も飲んでたんやけど、基本はやっぱハイボールやったな。ロックしんどい、しんどいわ。マジで言語わからん。アラビア語はエグいって。バリスティックかっこいいよな、今回結構評判いいよね。なんとなくアビリティとか見えるかな。過去サンダードームでトップやった人。シールド車線管理、車線管理もクソもないこのおっさん、えぐいって。やばい、これこんな爆発力使うの、すげえ。バレステかっこいいな。すげえ、でこいでこい見破った。すげえな、この若造かって感じやん。これはアッシュがクソエイムなだけやろ、マジで。これはお前がエイム悪すぎやねんて。あ、これ戦術アビリティだよ。あのね、オーバーヒットするんだよ、武器がオーバーヒットして、オーバーヒットしたらダメージが食らうみたいなアビリティのはず。こんな感じなんだね。バリスティッククソかっこいいな、このおっさんかっこいいぞ。ウルト使うシーンとかないかな。いや、くせ、マジで強キャラ感やばい。これウルト、これオートリーダー。いや、かっけー。よし、ガチで主人公やん。マトリックス、マトリックス。強すぎ、このおっさん。この方って、ウルトの情報とかなんかないかな。楽しみやねんけど、普通に。で、今、まあ、一応、バリスティックの能力として言われているのが、まあ、パッシブが、武器3つ持てるっていうパッシブですね。で、戦術アビリティがさっきもトレーラーだったみたいに、敵に当たると、こう敵の銃がエルスタインみたいにオーバーヒートしていくと。で、オーバーヒートしちゃうとダメージが食らっちゃいますよっていうね。そういうデバフ系の戦術アビリティらしいですね。ウルトが、まあ、さっきもトレーラーでオートローダーって書いてあるシーンあったと思うんですけど、おそらくやけど、弾が勝手に、あの、味方全員かな？味方全員の弾が勝手にリロードされるか、めちゃくちゃリロードが早いか。で、弾が無限になるみたいな。そういうこと聞いてますね。だから、まあ、3人でめちゃくちゃ火力を与えられるウルトになるかもっていう感じです。で、プレイトレーラーが5月1日ということなんで、またプレイトレーラー来ましたらね、おそらく同じタイミングでパッチノートも来るかと思いますので、こちらのチャンネルでまた解説の方させてもらいます。今のうちにチャンネル登録してお待ちください。じゃあご視聴ありがとうございました。バイバイ。